石丸二郎石丸二郎は日本のビデオジャーナリスト。一般社団法人ラジオ、アクセスフォーラム運営委員、パーソナリティ。大阪市出身。同志社大学文学部卒業。北朝鮮問題に詳しいビデオジャーナリスト。アジアプレスインターナショナル、大阪事務所代表。一般社団法人ラジオ、アクセスフォーラム運営委員。中朝国境の映像などを撮影し、 多くの脱北者を取材する。同志社大学文学部卒業後、韓国ソウルの四世大学などに2年半留学。在日朝鮮人問題、韓国の学生運動などを取材の後、93年に中国の朝鮮国境線3 0 0キロを踏破。北朝鮮取材は国内に3回、中朝国境地帯には1993年以来、約100回。これまでに900人を超える。 北朝鮮人を取材している。ビデオ取材に、北朝鮮難民の証言、北から来た、少女、北朝鮮ジャーナリスト、理順特集など。他に、韓国 KBS、A チャンネル4、独 ARD、二日なるプラスなどで、北朝鮮現地ルポ。北朝鮮難民問題に光を当てる一連の報道で、第40回ギャラクシー賞、報道活動部門、優秀賞を受賞。 2008年に北朝鮮内部のジャーナリストによる情報シリム人眼を創刊し、石丸は発行人と編集長という肩書きになっている。ありがとうございます。